こんにちは、ブリッツの塩谷です。この動画ではブリッツのレーザーレーダー探知機タッチレーザーシリーズの MSSS スキャン機能についてご説明したいと思います。この機能は取り締まりとそれ以外のレーダー波を識別して警報の精度はそのままに5警報を低減する機能です。従来機種と距離で比較して5警報を 50% 低減しています。細かい設定は不要で MSSS 受信設定がハイになっていれば自動的に動作します。お買い上げ時の設定はハイになっております。マツダ車には装備やグレードによってリアのバンパー部分にレーダーセンサーが搭載されています。このレーダー波が MSSS と類似している部分がありまして5警報をしてしまう場合があります。今回はこの CX5 を使って実際に検証していきたいと思います。では5警報はどのようにカットされるのか実際に試していきたいと思います。右側が MSSS スキャン機能搭載モデル、左側が非搭載モデルとなっております。ではまず MSSS の受信設定をローにして試してみたいと思います。では出発します。はい、このように MSSS の受信設定をローにしている場合はどちらも警報が鳴りません。ただしローにしていますと受信感度も低いため MSSS に対しても取り締まりの警報が遅れてしまう場合があります。では次に MSSS の受信設定をハイにして試してみたいと思います。行ってみましょう。こっちも反応してますね。あ、止まりましたね。受信設定をハイにした場合ですと今のようにレーダー波を受信した段階でどちらも警報を行うんですけれども MSSS スキャン機能搭載の機種であれば即座にスキャンを開始して MSSS のレーダー波かそれ以外のレーダー波かというのを識別します。このように受信感度を高めた状態でも警報も5警報低減も両立してくれるのがこの MSSS スキャン機能搭載の機種になります。ご覧いただいたように MSSS スキャン機能は探知性能は高いままでも5警報を低減できるブリッツならではの技術です。その他 GPS ポイントなどの警報頻度を自動で調整してくれるフルオート機能とも合わせブリッツのタッチレーザーで快適で安心安全なドライブを楽しんでください。